ては中国の民族弾圧に抗議するチベット人、モンゴル人、ウイグル人の三民族と日本人、台湾人による集まりです。語教育の禁止を行っております。ミャンマールでは中国文化の禁止と大使館の投函する抗議文を読み上げます。抗議文、チベット、モンゴル、ウイグルの三民族はもともとは中国とは別格の歴史伝統民族の文化を持っていた。しかし現在は中国共産党により一党独裁体制の下で民族独自の言語、歴史、伝統、文化が破壊されている。廃棄物によっておびただしい人的被害を引き起こしている。中国
国は人権侵害をやめろ。中国は人権侵害をやめろ。中国は宗教弾圧をやめろ。政府は草原地帯の自然と。